田中広介は神奈川県厚木市出身のプロ野球選手。宇藤左打広島東洋カープ所属。弟は横浜 DNA ベイスターズに所属する田中俊太。厚木市立越南小学校、市中学校を経て東海大相模校に進学。1年春からベンチ入りし、2年春に甲子園出場を果たしている。3年夏は 神奈川県予選決勝で霧光学園校に8から10で敗れた。この試合の6回裏の攻撃時に本類クロスプレーの際、相手保守に右ももを負傷させるスライディングを行い、批判を受けた。奥野には大学時代に謝罪をしている。高校通算38本類だ。高校卒業後は東海大学へ進学。4年時の周期のリング戦で首位打者になる。 首都大学リーグでの通算成績は76試合出場、244打数62安打、打率、254、3本塁打、29打点、ベストナイン2回受賞。高校、大学の同期には、菅野智之がいた。大学卒業後 JR 東日本へ入社。1年目から遊撃手のレギュラーを獲得し、第83回都市対抗野球大会では、 若歌実賞を獲得し、大会優秀選手に選ばれた。第38回社会人野球日本選手権大会でも、大会優秀選手を獲得。第26回アジア野球選手権、大会日本代表に選ばれ優勝に貢献、大会最優秀守備選手賞を獲得し、社会人ベストナインの遊撃種部門を獲得した。2年目には、 第84回都市対抗野球大会のチーム、準優勝に貢献し、大会優秀選手に選ばれた。また、第6回東アジア競技大会野球日本代表に選出された。JR 東日本の同期入社には、吉田一章がいた。2013年のプロ野球ドラフト会議で、広島東洋カープから30名で指名。契約金7000万円。 年俸1100万円という条件で入団した。背番号は、この年まで、丸加工がつけていた63。この年に一軍の聖中堅守へ定着し、セントラルリーグ盗塁王のタイトルを獲得した丸のような活躍を期待したとされている。2014年、オープン戦から、8番、三塁手として一軍のスタメンに定着すると、そのまま、開幕一軍入りを果たした。 一軍公式戦では、4月こそ、打率1割台と苦しんだが、5月以降徐々に復調。肖像類種を争っていた、道林翔太が主に外野で起用されるようになった、夏場に、三類のレギュラーの座を確保。8月以降は、声優劇種のそよぎ栄心が膝に不安を抱えていた、ため、ボンとポジションを入れ替える格好で、遊劇種として起用された。一軍にはほぼ、 フルシーズン帯同。公式戦110試合の出場で9本塁打10盗塁、34打点、打率29、292を記録した。2015年、東京ヤクルトスワローズとの開幕戦で8番遊撃手としてスタメンに起用された。7月のオールスターゲームではセリーグの監督推薦選手として初出場。ダイソーから登場した東京ドームでの 第一戦で三塁打を放って1打点を挙げると8番遊撃手としてスタメンに起用された松田スタジアムでの第二戦でも3打数1安打2打点と活躍しチャレンジ精神と個性あふれるプレーで2試合にわたってファンに夢や希望を届けたとして特別賞を受けたレギュラーシーズン全体では1軍で自身初の規定打席に到達打率274 8本塁打、45打点、オプス、737の成績を残すとともに、リーグ1位の九3塁打、同4位の332塁打を記録した。また、リーグ最多の22失策を記録する一方で、守備機会は1985年の高橋義彦に、次、ぐ、球団歴代2位の710に達した。月に、開催の、第回、w b c プレミアでは、 日本代表の第一次候補選手として発表されたものの最終ロースターの28名に残らなかった。2016年前年に現役を退いた一軍打撃コーチの東でアキラ・ヒから背番号2を継承。横浜 DNA ベイス,スターズとの開幕戦で一番遊撃手としてスタメンに起用された。7月19日の対中日ドラゴンズ戦では荒井孝弘。 鈴木誠也と共に3点本塁打を記録。広島の選手が一軍公式戦で1試合に3点本塁打を3本、放った事例は、球団史上36年ぶりであった。優勝マジック1で迎えた9月10日の読売ジャイアンツ戦では4出塁、2得点を記録し、最後の打者となった亀井義行のショートゴロをさばいた。レギュラーシーズンの一軍公式戦。 全143試合でフルイニング出場を果たし、広島の遊撃手による一軍公式戦でのフルイニング出場は、1986年の高橋、1994年の野村健次郎に続いて3人目であった。レギュラーシーズン全体では打率265ながら出塁率は367、プロイリアと初の2桁本塁打39打点。 28盗塁を記録。不動のリードオフマンとして、チームを25年ぶりのリーグ優勝に導いた。ポストシーズンでは、DNA とのクライマックスシリーズファイナルステージ全4試合に、1番、遊撃手として、スタメン出場。打率、833、1本塁打、4打点、出塁率、882、超打率 1.333, オプス2.215、 6打数連続安打、9打席連続出塁という好成績によって、チームのステージ突破、日本シリーズ進出へ大きく貢献。クライマックスシリーズの最優秀選手に選ばれた。広島市内でのセリーグ優勝パレード2017年、NPB のオープン戦期間中に模様された第4回。 ワールドベースボールクラシックの本大会に日本代表の一員として3試合に出場。代表に選ばれていた今宮健太、中島拓也の事態による追加招集であったため代表の28選手で最後に選ばれながらも大会通算で打率250に投類2得点を記録した。レギュラーシーズンでは前年に続いて一軍の一番遊劇手に定着。 オールスターゲームにはセリーグの監督推薦選手として2年ぶりに改名の出場を果たした。レギュラーシーズンでは前年に続いて全143試合フルイニング出場を達成した他通算35投塁で投塁王出塁率392で最高出塁率のタイトルを獲得。NPB で両方のタイトルを同時に獲得した選手は一郎と 山田哲人に次いで史上3人目である。さらにセリーグの遊撃手部門でベストナインに初めて選出。打席数、失策数、盗塁誌もリーグ最多を記録した。2018年、2015年4月1日の対 DNA 戦から始まった一軍公式戦、連続フルイニング出場の記録を568試合まで伸ばした。打撃面では、 中盤戦まで打率が250前後にとどまるほどの不振で8月中旬から1ヶ月ほど一番を外れたこの年もレギュラーシーズンの全143試合に出場総類面では32盗塁を記録しながら2年連続盗塁を獲得のチャンスをわずか1個差で山田哲人にさらわれたさらにリーグ最多の13盗塁史を記録した守備面では 全143試合で失策数を7に抑え、セリーグの遊撃手部門で初めてのゴールデングラブ賞を受賞した。なお、リーグ3連覇を経て迎えたクライマックスシリーズでは、実定の春太が当時所属していた巨人とファイナルステージで対戦。第一戦では、同シリーズ史上初めての兄弟対決も実現した。 このステージの突破を経て臨んだ福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズでは一番遊撃手として全6試合にフルイニング出場し打率320を記録投類を3度試みたがソフトバンクの保守開拓屋にすべて阻止され投類士の日本シリーズ最多大記録を残すはめになった2019年レギュラーシーズンの開幕から極度の打撃不振に 落ちったが、前半戦は打順を頻繁に変更しながら、フルイニング出場を続けていた。6月20日の対ロッテ戦では、新人の小僧のカ海斗が、一番遊撃手として、スタメンに起用されたため、フルイニング連続出場の記録が635試合で、ストップ。8回裏に、代打で出場したものの、翌21日の同カードを欠場し、 連続出場記録も636試合で止まった。一軍公式戦には通算で93試合に出場したが、打率1割9分3厘、3本塁打、27打点、8盗塁という低調な成績で、8月22日に出場選手登録を抹消。シーズン終盤の同月29日には、右膝半月板の部分切除手術を受けた。2020年、 この年から選手会長へ就任した。一軍公式戦では、声優撃劇手として112試合に出場し、打率251、8本塁打、39打点、8盗塁を記録。支給数がリーグ7位タイの55支給、出塁率がチーム2位の351に達するなど、打席では持ち前のしぶとさを存分に発揮した。NPB の規定に沿って、 レギュラーシーズン終盤の10月8日付で国内 FA 権を初めて取得し、地元球団の DNA が獲得を視野に調査を進めていたが、シーズン終了後の11月30日に権利を行使せず、チームへ残留することを記者会見で発表。カープというチームがやっぱり好きなので、今まで戦ってきた仲間とまだ野球を続けたいと述べ、 選手会長として悔しいシーズンを送っただけに強いカープに何とか戻したいという気持ちが決め手になったと明かした。12月17日に推定年俸1億5000万円に出来高分を加えた条件で2年契約を締結。打席での田中たぐいまれな打撃センスを持ち高い出塁率を誇る。守備では瞬速を生かした堅実かつアグレッシブなプレーを見せる。また、 本職である遊撃のほか、二類、三類を守れる、ユーティリティ性も持ち合わせている。2016年頃から主に一番打者を打つことが多く、二番の菊池亮介、三番の丸加コとの同学年トリオは、田中菊丸と呼ばれ、セリーグ三連覇を牽引した。広島への入団後は、自身の打球や走塁をめぐって、以下のようなハプニングに遭遇している。 2014年4月24日の対東京をヤクルトスワローズ戦2回表の打席で、ライトポール際にフェンスを超える飛球を放った。当初は本塁打と判定されたが、ヤクルト監督の小川敦氏がビデオ判定を要求。審判団がリプレイ映像で打球を検証した結果、当初の判定通り本塁打と判定され、田中のプロ入り初本塁打が正式に認められた。また、 同年5月26日の埼玉西武ライオンズ1008回裏の打席でライトポール際へプロ入り後2本目の本塁打を放った際には本塁打と判定した審判団に対して西武監督の井原春樹が抗議したが地方球場でビデオ判定の体制が整っていなかったため当初の判定通り本塁打と認められた2015年9月12日の対阪神タイガース戦 延長12回表の打席では、左中間のフェンスを越える大飛球を放ったが、審判団によるビデオ判定の末にインプレーとみなされた。試合自体は2から2の引き分けで終了したが、広島球団では試合後にセントラルリーグに対してビデオ映像の再検証を要求。同リーグでは、当該審判団及び審判長の友よりまさと、 統括の木根淵和秀による再検証を経て同月14日に本類打の誤審と認定した。NPB 公式戦でのビデオ判定に対する初めての誤審認定でセントラルリーグでは関係者への謝罪コメントも発表したが記録の訂正までには至らなかった。この年の広島はレギュラーシーズンを69勝71敗3分で終了。 先に全日程を終了した阪神と0.5ゲーム差の4位にとどまったため、クライマックスシリーズ進出を逃した。前述の試合で、広島が阪神に勝利していれば、広島のレギュラーシーズン通算成績が阪神を上回り、広島がレギュラーシーズン3位で CS へ進出する可能性があった。2016年の日本シリーズでパシフィックリーグ優勝の北海道。 日本ハムファイターズと対戦。10月23日の第2戦では、1から1の同点で迎えた6回裏の第3打席に、先頭打者として2塁打で出塁した田中が、自打者、菊池良介の左前安打で2塁から本塁へ突入したが、球審の白井一行は、日本ハム保守、大野翔太から田中へのタッチが早かったという判断で、田中にアウトを宣告した。この判定に対して、 広島監督の尾形孝一が NPB で同年のオープン戦から本類上のクロスプレーを対象に導入されたコリジョンルールを通じて審判団にビデオ判定を要求。田中の左手が大野のタッチより先に本類に触れていることがリプレイ映像で判明したため責任審判の丹波孝一は田中の得点と無視走者二類での試合再開を認めた。 日本シリーズにおけるビデオ判定は史上2例目だが本類でのクロスプレイに対してビデオ判定を実施したことや審判による最初の判定がビデオ判定で終わったことはいずれも初めてであった2017年6月23日の大阪新戦1回裏の第1打席で阪神の先発ランディメッセンジャーから放った打球は左翼手福留康介が 頭上にかざしたグラブをかすめた末に、外野のラバーフェンスを直撃。審判団はこの打球を一旦本塁だと判定したが、打球の行方がわからない状況での判定であった。ことから、阪神の首脳陣は審判団に、ビデオ判定を要求した。審判団が、リプレイ映像で確認したところ、ラバーに生じていた、小さな裂け目から、フェンスの内部へ打球が飛び込んでいたことが判明したため、 審判団はこの打球を二塁だとみなして試合を再開した。6月24日も同カードの開催を控えていたことから、広島球団では試合後に急遽裂け目を修復した。松田スタジアムでは毎年のシーズン終了後に外野フェンスを張り替えているが、ラバーに用いられている素材が柔らかいため、外野手がフェンスに登って補給する練習などで傷がつきやすく、 田中曰く、以前の守備練習で、チームメイトの松山隆平が野手が、ラバーフェンスに登っての打球処理を試みた際に、スパイクの刃が、ラバーに当たった影響で偶然避けたという。また、責任審判の切った小敦氏は、試合後に、補給を試みた福留と打球が重なり、打球が見当たらなかった。まさかラバーをぶち破るとは思っていなかったため、打球を確認する意味でも一旦本塁だと、 判定してからすぐにリプレイ検証へ入ろうと判断した。打球がラバーを抜けたシーンに遭遇したことは初めて。と述べている。春太が巨人に在籍していた2019年5月25日の対巨人戦では、コータスクが広島の8番遊撃手、実定の春太が巨人の1番三塁手としてスタメンで出場した。4回表に コウタスクが死球での出塁を皮切りに二塁まで到達すると、春太が守る三塁への投塁を試みた。コウタスクの右足が三塁へのオーバーランによって三塁ベースから一瞬離れたところ、保守の小林誠二からの送球を受けた春太が、コウタスクの右足へ、すかさずタッチ。三塁累進の端ンは、コウタスクが三塁へ到達した時点で、一旦セーフを宣告していたが、 シュンタのタッチプレイをきっかけに判定をアウトへ変更した。丹ンによる判定の変更に対して広島の首脳陣は2018年シーズンから NPB の一軍公式戦に導入されているリクエスト制度を通じて審判団にビデオ判定を要求。審判団によるリプレイ検証の結果、高タスクがシュンタからのタッチより先に右足を三塁ベースへ。 戻していたことが映像で確認されたため、判定は政府に追った。また、2019年3月29日には、レギュラーシーズン開幕戦の広島対巨人戦に、コータスクが広島の1番遊撃手、春太が巨人の7番三塁手として、初めてのスタメン同時出場を果たした。5月10日には、コータスクが同スタジアムでの対 DNA 戦で、 シーズン初本塁打、春太が東京ドームでの対ヤクルト戦で2号、満塁本塁打を放ち、NPB で別々の球団に所属する兄弟選手による同日開催の1、軍公式戦でのアベック本塁打という珍しい記録も達成している。ありがとうございます。